見つけたぞ、化け物め。なんだ、こいつから悟空やベジータ、フリーザの気も感じられる。何者だ貴様は。教える必要ない。お前はすぐに私の食事になるからだ、ピッコロ大魔王。なぜ俺の名を知っている。言ったはずだ、教える必要ないと。なるほど、話すつもりはないか。だが残念だったな、人違いだ。貴様がここの住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。どういうことだ。思いっきりやれるからさ。貴様が何者か力ずくで聞き出してやる。できるものならやってみるがいい。貴様がとてつもない化け物と感じたのです。勘違いだったぞ。やるではないか。私が完全体ではないとは言ってもな。完全体だとか。完全体になるために人間を襲ったのか。生体エキスをエネルギーとしていただくのは、そうすることで私はより強くなってゆく。貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ。送り込んだのは私自身で、あの小さなタイムマシンに入る理由は卵まで退化する必要があったがね。様は何者なのだ。なぜ孫悟空やフリーザたちの気を持つ。いいだろう、どうせ貴様は死ぬんだ、教えてやろう。私の名はセル、人造人間だ。生み出したのはドクターゲロの使っていたコンピューターだ。またドクターゲロか。その昔ドクターゲロは戦闘の達人たちの細胞を集め合成させた人造人間の研究を始めたが、時間がかかりすぎるために断念した。しかしコンピューターはその作業をそのまま続けていた。孫悟空、ピッコロ、そしてベジータの細胞を採取し、さらにフリーザ親子が地球に来た時にもまた採取した。ドクターゲロの作った橋のように小さなスパイロボットでな、すでに必要な細胞は集まり研究は始まっている。完成するのは24年も未来のことだがな。バカな、ドクターゲロの研究所は破壊されたはずだ。コンピューターがあるのは研究室のもっと地下の部屋だ。貴様がこの時代に来て卵からそうなるまで3年間かかったのは、一度卵に戻ってしまうと再び熟成するのに地中で3年必要なので。なるほど、では最後の質問だ。貴様がわざわざ未来から来た理由は何だ。
私が完全体になるために必要な2つの生命体をコンピューターが教えてくれたのだ。それは人造人間17号と18号だ。何？ところが私が動き始めた私の未来にはどうやったのかは知らんが17号たちはいなかった。しかし運よくトランクスはタイムマシンを持っていたので、そこで私はトランクスを殺し17号たちを求めタイムマシンでこの時代にやってきたというわけだ。なぜこの時代を選んだ？さあな、トランクスのタイムマシンがこの時代にセットされていた。私はスイッチを押しただけだ。そうか。おそらくトランクスが未来の人造人間をうまく破壊することができ、それを知らせるためにセットしていて。コンピューターはこうも言ったぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力も手中にできると。おかげで謎が全て解けた。完全体にさせるわけにはいかんぞ。ピッコロ。トランクス、なぜあいつが。そうか、あいつタイムマシンでこの時代にも。こいつがジンジャータウンの人たちを襲ったのか。そうか、こいつが例の抜け殻から出てきたのか。そうだ、詳しくは後で話す。今はこいつを片付けるのが先だ。この場は退散するしかなさそうだな。だが17号と18号は必ず手に入れてみせよる。太陽拳！ゴッ！しまった！いない！くっそ！逃げられた！この気配を消してやがる。